サッカーリヒテンシュタイン代表は、リヒテンシュタインサッカー連盟によって編成される、リヒテンシュタインのサッカーのナショナルチームである。初の国際試合は1982年3月9日のスイス戦で0の1で敗れた。UEFA 欧州選手権1996から国際大会予選に参加するようになった。2004年10月9日、2006FIFA ワールドカップ予選。 ポルトガル戦で0-2から後半に追いつき、ドローに持ち込むバンクルアセを演じた。その4日後の10月13日にはルクセンブルクに4の0で勝利。初のアウェーでの勝利であり、また FIFA フフワールドカップ予選での初勝利だった。FIFA フフランキングの過去最高は2008年1月に記録した118位である。国際サッカー連盟に加盟しているヨーロッパの国の中で、 唯一国内リーグ戦を開催しておらず、FC ファドゥーツというソブエシエンマウレンが特例で、隣国スイスのサッカーリーグに参加している。代表選手の大半が、この2クラブのいずれかに所属している。2000年代後半には、リヒテンシュタイン代表を強化する目的で、リヒテンシュタインランデス銀行が FC、ファドゥーツに、積極的な投資を行った結果、2008年、 チャレンジリーグで優勝し、史上初めてスーパーリーグ昇格を果たした。ありがとうございます。